これで、けいこちゃん、レコーディングしまーす。うん。じゃあ、よしみちゃんとようこちゃん始めるよ。はい。うん。大丈夫？はい。じゃあ、皆さんよろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。ありがとうございます。じゃあ、自己紹介ね。斉藤一人特別でしょ、鈴木達也です。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしまーす。今日は、先日、福井県で、47都道府県、一周終わりました。皆さんのおかげで。ありがとうございます。そして、この栃木県は2周目の2カ所目でございます。ね、ありがとうございます。嬉しいです。もう皆さんのおかげで成り立っております。ひとりさんがね、いつも俺のことをこう褒めてくれるのね。なんて褒めてくれるかって、達也って本当日本一の講演会だよっていうの。そう、すごい。いや、本当すごい。で、何が日本一かっていうと、日本一予約の取りやすい講演会。二人から行くから。いや、そう、軽くていいよね、そう。いや、でも軽いから続くんだよ。呼ぶ方もね、来る方も軽いから続くんだよって話があって。で、いつもね、講演会初めての人もいるし、YouTube もね、聞いてくれてる人もいると思うし、いつも俺の講演会は楽しいが8割で、ためになる2割ですからね。そのつもりで聞いてね。そう、それで、いつも俺のくだらないシリーズってやつが一番最初に入るの。本当にくだらないからね、何のためにもなりません。その話から。じゃあこの話、せっかくやからちょっと原点回帰でね、さっき本の話も出たんだけど、この話がいいなと思って今日ね、思いついた話があって、昔の強盗事件の話がいいなと思って、本にも載ってる話ね、これは。俺のほら、竜の背に乗る生き方の本にも載ってるんだけど、昔俺何十年か前にコンビニエンスストアやってたの、自分で経営してね。で、その時に、やっぱり24時間経営だったから、ずーっとほら、深夜とかも人がいなきゃいけないわけ。で、深夜いたんだけど、なんかね、夜中トイレ掃除2時頃してたら、ピンポンと音がしたの。入り口にほら、入ると音が鳴るからね。で、あ、誰か来たなと思って、ぐるって最初見回したら、トイレから出た時、誰も見当たんなかったのね。あれって、で、虫とかでたまになっちゃう時あるから、虫かなとかと思って気にしないでトイレ戻ろうとして、まあ一応一周ぐるって見てみようと思ったら、いたの真ん中の通路に人が。そしたらその人がね、出刃包丁握りしめてたの、こんな長いやつ。すごいよ。なんか、マグロの解体ショーとかで使う、なんかすごい長いやつ持ってたの、ちょっと。で、それをね、こうやって、握りしめて、顔をね、タオルでぐるぐる巻きにして、目しか出てないのよ。で、そういう、ほら、包丁をこうやって握りしめてるから、もう普通わかるじゃん、強盗だって。で、俺別に、声も上げずに、で、向こうもほら、店員探してたから、その出刃包丁の先をこう、俺の方に向けて、こう、向かってきたの。向かってきてね。で、もうこっちに歩いてきて、で、最初ね、その強盗が俺に話しかけた言葉が、なんか変な外人みたいな言い方してきたの。なんか、金ー、金ーとかって言ってきたのね。変なインテネーションで。そう、金ーって、俺それ聞いた瞬間に、金ーじゃなくて、マネーだろうなとか。なんか外人みたいな言い方してるけど、金ーって言わねえだろ、みたいな。マネーだろって思ったんだけど、そこはツッコミも入れて、だって危ない包丁がここにさ、あるからさ。なんか、おいとかってやったらさ、危ないじゃないか。だからそこは頭の中で黙ってて、で、それでね、ほら、レジの方に行くの。まあ、ああいうのってちゃんとマニュアルみたいもあるから、ちゃんとやっぱり命が大切だからね、もし強盗さんが来たらお金を渡してくださいって、やっぱり命がね、一番大切だからっていうんで、で、その、まあね、じゃあお金だけ渡せばいいやと思って、で、とりあえずレジの方に行ったんだけど、で、ああいうほら、レジがあって、この机の下に必ずボタンがついてるのよ。防犯ボタンがついてて、で、その時もちゃんとその、強盗さんが来る前にマニュアルみたいなちゃんとあって、これすぐ押してくださいって、強盗さんがもし来たら。で、そうすると、全く無音で、なんつう、すぐ警察と警備会社に通報が行くからってことになってるの。だから、躊躇しないですぐ押してくださいって。それは強盗に気づかれないで、すぐね、警察と警備会社にね、瞬時に、通報が行ってすぐね、こっちに迎えるようになってるから、もうそういう強盗がね、来たらすぐ押してくださいとかって言われて、で、無音だって俺も聞いてたから、あ、じゃあと思って、押したのボチって、そしたらすごいからね、ジリリーって。可能だって。なんか、火事の時になってる音がジリリリリってなって。してさ、あれ一回押しちゃって止まんないのよ。ずーっとなってんの。ジリリーって。で、俺これ刺激しないって言ったんじゃないと思って。
いや、それでね、その強盗は、まあでも、ああいう強盗もちょっとなんか精神的にね、なんか、まあなんていうんかな、なんかあんま動じないっていうか、なんか別に気にしないっていうか、で、それなってるのに、なんか、なんつ、俺はね、死ぬのは怖くねえな、みたいな、いきなり語り出したわけよ。俺別におめえの話なんか聞いてねえやと思って、言ったんだけど、その時に、なんか変な、なんつ、よくスプレー缶っていうか、よく緊張るの缶缶みたいなのがあるんだけど、それをなんか自分で灰色に塗ってると、こうやって手に持ってたの。で、それをなんか俺にチラチラ見てるの、こうやって。で、俺はなんか死ぬのは怖くねえんだ、みたいなこと言ってるわけで、別に何言ってんの、言ったと思ったんだけど。別なんでお前の話、ここで聞かなきゃあねえんだよと思っても、まあ一応ね、そこも無言で、で一応お金渡して、で、まあそいつはね、お金受け取ったらやっぱりすぐ、帰っちゃったで。またそいつはチャリンコで来たのよ、自転車。そう、自転車が入り口にちゃんと置いてあったの。で、置いてあって、で、それをなんか乗りながらね、自転車でこう行っちゃったんだけど、まあでも日本の警察すごい優秀で、やっぱり、その防犯ボタンを押していくから、本当に、もんの5分ぐらいで来たのかな？わかる？本当にすぐ来た記憶があるのよ。で、やっぱり現場に一番最初に着いたパトカーっていうかね、警察官の人は2人組で来るんだけど、やっぱりどういう格好で、何で逃げましたかとかってすごい聞くわけ。で、いや、なんか、顔をね、タオルでぐるぐる巻きにして、で、自転車で逃げたって言ったの。そしたら警察の人がひそひそ話してんの、2人で。で、俺それ聞こえちゃったの。なんかね、途中で会ったあいつじゃねみたいな話してた。だ要は、警察じゃすれ違ってるそいつと。で、なんかおかしい格好してるやついるね、みたいな話したんだけど、やっぱり、あえて警察の人って、一番近くにいるのが現場に一番最初に多分行かないとダメな決まりみたいなのがあるんだよ。あるから、あ、ちょっと待ってね。なんか切れたかな？あ、大丈夫だ。なんと、それで、なんと、多分そのパトカーが一番最初に来たけど、おかしな格好してるやついるな、みたいな話したんだけど、多分そのまま、まっすぐ来ちゃった。で、あいつだ、みたいな話になって、すぐ警察の人は検問とかいろいろやってくれたんだけど、やっぱ検問やるまでにも少し時間がかかっちゃうのよ。だからやっぱり30分くらい時間かかっちゃって、その間にもう山だからね、チャリンコでどっか入っちゃったらわかんないじゃん。そうで、結局見つからずじまい。で、結局犯人も捕まんないまま、まあ結構年月だけ過ぎちゃったのね。で、まあそのこと俺もずっと忘れてたの。ずっと忘れてて、で、10年ぐらい経ってからかな。なんかね、いきなり東京の警察から電話かかってきたの。鈴木さんの携帯ですかってことは、俺ね、なんか一番真っ先に思ったの、俺なんかやったかって。まず疑うな、自分で。あれ、俺なんかやったっけ気づかないうち、なんかやっちゃったかみたいな。そう。で、そしたらなんか聞いたら、いや、鈴木さんって昔コンビニやってましたよねって、10年ぐらい前に、どこどこでって。で、ああ、やってましたけど、なんでそれが関係あるんですかって言ったら、いや、なんかそこの警察署管内で逮捕した人がいて、で、取り調べみたいのしてたら、俺なんかどこどこの、コンビニに強盗入ったことがあるって自分から言い出したんだって。ええー、と思って、そういえばなんかそんなことあったなと思って、いや、ありましたよ、そういうことって言ったら、いや、ちょっとご足労なんだけど、ちょっとお話、聞かせてもらいたいんで、警察署の方まで来てもらっていいですかみたいな話になって、まあ、行くことになったのね。まあ、その時にひとりさんたちも話したんだけど、いや、なんかひとりさん、ちょっと警察にね、行かなきゃいけない用事ができちゃったんで行ってくるよって、まあ、冗談でね、ひとりさんが、いや、もし達也がそのままね、捕まっちゃったら保釈金を5万まで出してやるとか。ひとりさん、5万って少なくねみたいな。それ以上お勤めに行ってもらいましょう。みたいな、まあ冗談でね、そんな話しながら行ったんだけど、まあそれで行ってね、まあ警察でいろいろ話聞いてたら、いやなんか鈴木さんって、いや鈴木さんの実は事件自体は時効になっちゃってたんだって。もう時間が経ちすぎちゃって。で、だから今ちょっとこれは事件にするってことはできないんですけどって、でも、なんでここに来てもらったかっていうと、なんかその犯人が、なんか変なスプレー缶みたいなの持ってませんでしたって言ったの。で、ああ、持ってた。なんか、変な自家製の自分の緊張るみたいな灰色に塗ったやつ、こうやって手に持って、見せてたよって言ったら、いや、鈴木さんあれねって自家製の爆弾なんですって。ええー、と思って。で、やっぱ警察って実験するんだって。実験したらちゃんと爆発するんだって。ええー、と思って、いや、よかった、あんな投げ込まれなくてと思って。そう。でも、いや、これもね、前、ひとりさんに話したときに、いや、確かに、投げ込まれちゃったら、まあ、地獄っていうか、やっぱり自分もただじゃ済まないじゃん。もしかするとね、五体満足でいられない。まあ、生きてたとしてもね。だけど、
あの、それがなかったんだから、地獄も一歩踏み出さなければ地獄じゃないのよ。で、なんか、思ってその時に、まあ、後から考えると直感みたいのがあって、なんか、ほら、なんて変なし、強盗とかね、もし来たとしても、俺も言ってたほら、その気が弱いって方じゃないからさ、なんか金属ボットとか木刀とか置いてたからさ、なんかぶん殴っちゃおうかなとかいろいろ思ったりしたんだけど、でもなんかね、ちょっとやめた方がいいのかな、みたいなのがあって、で、それで、あの、なんていうかな、あの、それでね、こうなって、それはやめた方がいいな、みたいな直感みたいのがあってやめといたら、後になってこう考えてみたら、なんとやっぱりやんなくてよかったな、みたいなところがあって。だからひとりさんもその地獄っていうのは、なんと踏み出さなければ地獄じゃないんだよ、みたいな。だからちょっとみんなも、なんかちょっとね、ここ直感で、これはやめといた方がいいな、みたいなお知らせみたいのがあったら、無理に何が何でもこう自分を叱咤激励しなければ地獄にこう一歩踏み出さない場面もあったりするかもしれないのね。だからそのことも覚えておけば、まあ、ただ強盗に会うとはねえからな。で、あと、もう一個教訓があるとしたら、例えばほらみんなこういうひとりさんのこととか学んでたりするとさ、なんていう、なんか自分に悪いことが起きたら、なんか自分の波動がね、悪いのかなとか、なんか自分が呼び寄せてるのかもしれないって、今度自分攻めが始まっちゃう人いるのよ。それ違うよって言いたいの。あ、事故だから。事故。いくら波動が良くても、なんか事故みたいに会っちゃう時あるし、車だってさ、自分が気をつけてだって後ろからね、ドーンってぶつけられちゃったりする時とかあるじゃん。それは、変な話なんですよ。自分の波動が悪いんじゃなくて、事故みたいなもんだよっていうのを覚えておいてほしいのね。でも、さっきも言ったように、ちょっとなんつう、あの、これ危ねえなみたいな思った時は、無理して突っ込まないのも、こうなんつう、地獄の一歩を踏み出さないでも済むよって話があるから、その二つを覚えておいてください。まあ、無理くりいい話持っていくっていうね。以上です、この話は。ありがとうございます。そう、あとね。もう一個ね、違う話。この話はすごいいい話なんだけど、蜂とアリって話があるの、ひとりさんの。で、蜂とアリ。皆さん知ってる蜂とアリ。蜂とアリって要は昆虫のね、知ってるでしょ。その話を知ってるって話じゃなくて、そう、その話はすごいいい話なんだけど、どういう話かっていうと、蜂もアリもさ、なんつうの、女王蜂とか女王アリみたいながいて、で、あと周りにほら働き蜂みたいとか働きアリが要は働いてくれて、ものすごく餌運んでくれたりさ、いろいろこう巣の中のことやってくれたりするでしょ、あれって。で、いや、ひとりさんがそれを笑いながら言うわけ。で、何の話かっていうと、アリも蜂も、なんつ、みんなほら働き蜂とか働きアリって、なんつ、全部 100% 働いてるって思うじゃん。あれ、一定割合で絶対働かないやつっているんだってね。いるんだって。だから、本当だよ。だから俺もそれ聞いて、え、そうなんだって。普通ほら、女王蜂とか女王アリ以外は全員働いてるって思うじゃん。蜂とかアリって。だけど違うんだって。一定数絶対働かないやついるんだって。どの集団にも。そうだから、それ考えると人間もいるじゃん。いや、で、だからそれ聞くと俺たち安心すんのよ。だって蜂周りも、なんと、みんながみんなめちゃくちゃ働き者だったりしたらさ、別になんと、いや、それが悪いか悪いか別として、なんかやっぱりさ、なんか気が休まんないじゃん。でも、蜂回りもそうなんだって、なんか一定数働かないやつがいるって思ったけど、ちょっと安心するじゃん。そう、だからいいのよ。みんなもうそんながむしゃらに食べなくて大丈夫。そう、だから、俺たちはそういう話が結構好きな、ひとりさんもすごい好きで、なんか蜂回りも、なんか一定数働かない奴がいるんだって思うと、なんかそんなに何が何でも全部頑張ってやらなきゃいけないみたいなのがなくて済むじゃん。それ、もっと言えば働かなくてもなつ、働かない奴がいて、またじゃあそういうね、蜂とかアリって、なんかの役に立ってんだって。わからないけど。そうね。で、人間も、働かない人もなんかの役に立ってんのよ。多分。そう、だから、よくほら働かないとダメですよね、とか、私なんか仕事してないからね、なんか全然社会に貢献してないですよね、とかって言って、自分またそれもね、自分で攻めする人がいるんだけど、全然そんなことない。なんかの役に立ってます。何かわからない。本当だよ。だからなんかで役に立ってんね、本当に。だから、全く役に立たない人なんていないんだよってひとりさんの話があって、本当に働いててももちろんね、働くのもすごくいいことだけど、だからって言って働かないのがダメってことでもないんだよ。なんかの役に立ってんの。そうだから、なんかこの蜂とアリの話ってね、なんかすごく、ね、俺たちはすごく安心するのよ。また俺なんか根が怠け者だから。本当に。いや、人間も、
2種類いるんだよ。あの、さっきの蜂とアリもそうだけど、人間も、なんていうの、あのね、まあこれは、まあこれは俺たちがね、あの、勝手に思ってることなんだけど、あの、働き者の人って、なんていうの、あの、怠けると病気になっちゃうんだってね。そう、でも、怠け者の人って働くと病気になっちゃうんだって。本当だよ、本当。だから、自分がどっちよりかで、ね、ちゃんと自覚しといた方がいい。そうで、あの、でも本当にね、何が何でも働かないとダメってこともないんだよ。だから、やっぱり、何かの役には立ってます、本当に。だから、だってね、何かの役にも立ってるし、今だって変な話、働かなくたってやっていけるんだったら全然いいじゃん。で、もっと言えば、あの、よくね、これも俺たちの中で話になるんだけど、よく引きこもりの人っているじゃないですか。で、大人になってから引きこもりの人もいるんだよねって。で、そういう人ってよくさ、周りから見てるとさ、なんか親がね、ほら、おじいちゃんおばあちゃんになっても結構息子とか娘の面倒を見ててって、あの人をね、なんか、あの、おじいちゃんおばあちゃんいなくなったらどうすんだろうね、みたいな話普通なるじゃん。だけど、ああいう人も、なんかおじいちゃんおばあちゃんがいなくなるとちゃんと自分で買い物とか行くんだってね。だから、なんとかなるんだって。普通ほら、餓死すんじゃねえかとか、なんか何もできなくてね、なんかどうすんだろうね、みたいに思うじゃん。だけど、ちゃんと自分で買い物とかコンビニとか行ったりとかして、なんとかなるようになってんだって。そう、だからそういうのもね、いや、もちろんほら、働くのが楽しいとか好きな人はさ、あの、やっぱ怠けると病気になっちゃうんだから、どんどん働けばいいし、怠け者はあんまり働きすぎると病気になるからね。それが、ハチとアリって話でした。以上です。いい話じゃないこれ。いい話だよね。じゃあ俺たちはほら、あの、鉄頭鉄尾ね、頑張らなくていいよだから。あのね、本当に、なんつうの、あの、頑張ってね、頑張るのが好きな人は頑張れるんだよ。簡単に言うと。だけど、あの、やっぱり頑張るとね、心が壊れちゃう人もいるんだよって俺たちの考え方。で、俺たちマルカンで教えたいことは、もうこれ以上頑張らなくていいよ、俺たちのメッセージなの。で、それよりも、頑張らなくても幸せになれるよっていうのが、あの、俺たちが言いたいことね。だって、俺も一人さんも全然頑張ってないよ。頑張ってないから。全然頑張って。でも、頑張らなくてもちゃんと幸せになれる道ってあるんだよ。よく頑張らないと幸せになれないって思い込んじゃってるから不幸になっちゃうの。頑張らなくても幸せになれる道もあります。だけど、あの、さっきも言ったように、頑張るのが好きっていう人もいるの。で、その人はそれが合ってんのよ。でも、頑張るのがちょっと苦手だなっていう人もいるのね、世の中には。さっきのハチとアリの話じゃないけど。だから、自分はどっちなのかだね。頑張りすぎてね、ちょっと苦しくなっちゃうんだとしたら、自分はそっちに向いてないんだって。で、あの、頑張らない方がなんか私は楽しいなとか、なんか気楽だなって思う人はそっちの方が向いてるから、それでいいし、で、またもっと言うと、頑張らなくてもちゃんと幸せになれる道ってあるんだよ。あります。だって俺とか一人さんが見本だから。なんで、俺とか一人さんがね、まあちょっと言い方おかしいけど、人生がもうボロボロだったりしたらさ、誰も話なんか聞かねえじゃん。やっぱり人生頑張らないとダメなんですよねってメッセージになっちゃうじゃん。でも本当に一人さんも毎日ドライブしかしてないし、もう本当にね、俺もありがたいことに一人さんたちと一緒にいてね、楽しくしてるだけなんだけど、全然なんか人生がボロボロってこともないんだよ。そうだよ、頑張らなくてもね、いいんだっていうことも覚えてて、俺たちはやっぱり頑張らなくてもね、幸せになれるよっていう、あの、そういうのをね、みんなに教えたいっていうことで、こういうふうに日夜ね、活動してるんだよっていうのも覚えておいてください。以上です。ねえ、もう心緩くなるでしょで、いい話だよね。そう。じゃあ、これもね、まあ、最近っていうか、もう前からね、すごく、この話はね、受けてるっていうか、まあ、いい話だなっていうんで、よくしてくださいってリクエストがある話なんだけど、あの、相性のね、合わない人とはね、合わないでください、本当に。本当に。で、あの、よくみんなね、なんか間違いやすいのは、どうやって周りにね、こう合わせられるかとか、どうやったら周りに溶け込めるだろうかって考えちゃうんだけど、あのね、そもそもその時点がね、間違ってると俺たちは思ってんの。で、よくほら、この前もね、YouTube でも言ったんだけど、よく学校とかに入るとさ、友達100人できるかなみたいな歌あるじゃん。あ、できねえから、そんなに。だってみんなだって経験ない?学校に行って友達100人とかって、そもそもさ、そんなにできんのって思うじゃん。
いやいや、それはあれ歌だから別にいいよ。だけど、あの、100人がたくさん友達作るのがいいことだとかって、それはたくさん友達作るのが得意な人もいるんだよ。だけど、やっぱり人間そういう人ばっかりじゃないよね。で、あと、なってやっぱり、せいぜい仲良くなるのってさ、3人から5人ぐらいじゃねえんかなと思うけど、どうなんだろうね。いや、俺なんか多分ね、仲いい人ってそれぐらいの行動範囲だと思うよ。なんか前ね、面白い実験があって、なんか、大学かなんかの時に、やっぱり仲いい人が5人ぐらいいるグループっていうのがすごく多かったんだって。で、そのじゃあ5人仲良しだった人が、じゃあ卒業してさ、社会人とかになるとみんな友達とか変わるじゃないですか。それでも社会人になっても仲良くなる人数って5人ぐらいなんだってね。そう、だから人数が入れ替わっても5人ぐらいが一番やっぱりいい居心地がいい。その人にとってはね。そう、だから、なんていうかな、あの、いっぱいね、仲良くなる、なれるのが得意な人もいると思うんだよ。でも、なんで俺たちはね、相性の合わない人と合わない方がいいよっていうのが俺たちが教えたいこと。そうで、これね、じゃあ友達はまだわかると。でも、身内とかだったらどうするんですかっていうんだけど、例えば親兄弟、親戚ね、あと、まあ、いろいろ血縁関係がね、あったりすると思うんだけど、まあ、例えば義理のお母さん、義理のお父さんとかね、あと、まあ、兄弟なんかもそうだよ。そういう人なんかと会わなかったらどうするんですかって話があるんだけど、会わない方がいいよ。よく。で、あの、よくニュースみんなも見ててわかると思うけどさ、あの、こないだもほらなんか昨日かなんかね、日野市かなんかでね、あったけど、あれ、なんか多分兄弟なんだよね。なんか、お姉さんかなんかのこと、おのかなんかで、こう、やっちゃったの。あれも、会わない身内が一緒にいるからなんだよ。そうするとおかしくなっちゃうの、最後には。本当にもうああいう事件になっちゃうんだよって。だから、もうたとえ身内だろうと相性の合わない人と合わない方がいいよ。極力。そうで、あの、兄弟だろうと、なんつう相性の合わない人と合わない努力をする。合わない努力するんだよ。でも、まあ、そうは言ってもね、昨日の今日でいきなりじゃあね、はい、さよならみたいな感じでね、いきなりですかってなったら、あの、ちょっとずつでいいか、なるべく離れようと思ってるだけで、意識してるだけで全然違うよ。そう、で、その行動をどうにか変えろって話じゃないのよ。そうじゃなくて、あの、極力、なんていう、あの、離れようみたいな意識持ってればいいの。そしたら不思議なんだけど、少しずつまず精神的なスペースができると、なんか距離感みたいなの絶対できるから。そしたら、なんつ、だん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 少し離れることができるから。だから、相性の合わない人とは離れる努力をしましょう。で、またそういう話すると、旦那なんですとかって話で結構、離れましょう。いや、離れるっても、だんだんだんだからね、まさか離婚するとかってわけにもいかないし、まあ離婚しちゃう人もいるかもしんないけど、でも旦那さんと会わないんだったら、もしお家の中でもね、少しスペース取ることとかできるじゃん。あと何が何でもお休みの日に一緒に出かけるとかしなくていいんじゃねえんだって、そんな会わねえ旦那と一緒に行ったって面白いなんだ。わかんないけど、それぞれが行った方が絶対、それと、女の人だったら結構あるあるだと思うんだけど、よく旦那さんの実家に行くとかね、よくね、里帰りするとかってあるじゃん。ボンクレ正月とかお彼岸とかさ、ああいう時にはちゃんと顔出さなきゃって思うでしょ。ああいうのもね、もしね、向こうの家族と誰か会わない人がいるんだったら帰っちゃダメだよ。帰らない方がお互い幸せ。そう。だって会わないんだから絶対に。で、じゃあこっちが呼び寄せる側だとしても、もし会わないお嫁さんがいたとしたら、来なくていいよって言ってあげて。いや、その方が、絶対向こうも気使わないし、こっちもね、変な、なんと気を使うこともないんだよ。で、やっぱ合わねえんだから、なんだかんで言ったって。で、相性の合わない人とはもう直感でわかるのよ。わかる。で、いや、合わないってね、もうみんなも一緒にいたらさ、あ、この人とはちょっとね、合わせづらいな、みたいな人いるじゃん。そう、そういう人とはね、合わしちゃダメだよ、本当に。そうだ、自分が苦しくなっちゃう。で、相手もいい気持ちしないのよ。そして、会ってね、もうああだこうだ始まっちゃうんだとしたらお互いにね、もう絶対会わないの。したらもう離れてた方がいいよ。で、お互いだってね、だって会わなければ言い争いだってしなくて済むんだもん。そうだよね。そうだから、会わない人とは俺たちは会わない努力をするっていうのが一人三流だよって覚えておいてほしいのね。で、たとえどんな間柄でも、みんな兄弟だからとか親戚だからとかって言ってね、会おうとするからおかしくなっちゃうの。で、また会ったらね、会わなきゃよかったって絶対思うんだから。そうで、たとえね、葬式でも行っちゃダメだよ。そう。で、いや、そんなお葬式ぐらいって思うかもしんないけど、やっぱりなんつう、会わなかったらで、ね、お葬式も行かない方がいいよ。
まあこれは俺たちがね考えてることが別にそれが正しいとか間違ってるじゃなくて、葬式ぐらい行きたいんだったら別に全然行ってもいいけど、あの俺たちは別になんつう、あの心の中でその人に対してご供養みたいなのがあればいいと思ってるのね。だ例えば、あのお葬式は行けなかったけど心の中で手合わせるとか、あと例えばお墓がねもしできたんだったら自分だけがね一人だけで誰とも会わないようにお墓参り行くとか、いろんな方法あるじゃん。だからそれを会わない親戚がいるところにね無理くり行ってね義理事なんか出なくていいの。そうで、あの極端な話、俺とか一人さんが墓参り全然行かないからそう、でもそんなバチが当たるとかってこともないし、もっと言えば向こうの光の国に行った人たちがねそんなことでねブーブー言うと思えないのよ。やっぱりもっと子孫の人ね、自分のまあ光の国に行った人はさ、たとえ自分より年が下だろうとなんだろうとご先祖様みたいなね扱いになるから、じゃあその人たちが光の国に行ったんだったら絶対自分の子孫だったらね、なんと楽しく幸せに暮らしてほしいって思うはずなんだよね。そうだからみんなね自分たちが楽しく幸せに暮らしてることで、ほらお墓参りがすごくねすごいワクワクするって言ったらどの行きなすごい楽しいんですとか心休まるんですとか、この墓地の感じがとかそれだったら楽しいのはね、どんどん行きなって。でも、あの、これは俺たちはどっちが正しいって言ってるんじゃなくて、やっぱり自分が楽しい方にどんどんこう心を向けてください。でもさっきも言ったように、会わない人と会わない。たとえ親戚だろうと、親だろうと、兄弟だろうと、お友達だろうと、会わない人と会わない。そして会社でね、嫌な人がいたとしても、じゃあそしたら、その会社でもね、極力スペース取ることってできるのよ。そうだからなるべくね近づかないようにするとかってさしてればね、あの少しずつね距離取ることできるよって話も覚えておいてねって話でした。以上です、うん、難しいこの話は。でもこの話は結構ねみんな人間関係役に立つと思うよ。すごくね、いい話だよね。そう、じゃあ次の話ね、これもね、地震の話って話があるね、一人さんの。地震の話。で、よく、ほら、何でも地震持ちなとかさ、地震持った方がいいよとかって結構世間で言われるじゃん。でも、そうは言ってもさ、なかなか地震って持てないじゃん。そうで、やっぱりいろんなことで地震持てないような情報がいっぱいあるのよ。でも、すごくいいことを教えてあげるね。じゃあ、例えば、この中でどうしても自信が持てませんとか、自分に自信が持てないんですって人もいるかもしれないよね。まあ、もともとすごい自信満々ですって人は別にいいんだよ。その人はね、生まれつきのセンスみたいなのがあるから、全然いいんだけど、でもやっぱりどうしても自信がないんですみたいな人もいると思うのよ。そういう人は、あのね、自信がない自分に自信を持つって言っちゃえばいいの。わかる？だから、自信のない自分に自信を持つ。別にほら、謎々してるわけじゃないよ。わかる？だから、どうしても自分に自信がないんだよなって言っても、それは言霊としてそのまま繰り返し自分に暗示みたくなっちゃうのね。そうじゃなくて、あ、自信がないって思ったら、自信のない自分に自信を持つ。そうすると、要は、なんか、言霊って最後、要は人間って何でもそうなんだけど、最後につけた言葉がね、すごく頭に入っちゃうのよ。うん、そうだから、すごいね、じゃあ例えば、私心配症で不安症でね、どうしてもやっぱりいろいろ自信がなくすことばっかり考えちゃうんですって言ったら、心配症で不安症な自分に自信を持つでいい。構わないんだ、それで。そうすると不思議なんだけど、最後のその言霊がだんだん自分にこうなんつう、帰ってきちゃうのよ。少しずつ少しずつ。やっぱり繰り返すことは大切なんだけど、なんでもそう、最後に自信がないって言っちゃうから本当に自信がないこと自分に暗示みたいにしてっちゃうの。だけど、最後に自信を持つって言っちゃうのよ。だから例えば、私自信ないんだよなーって、でもそういう自分に自信を持つ。って言ってると、だんだん本当に不思議なんだけど、少しずつ自分のなんか自信みたいなのも芽生えてきちゃうんだよねって話。だから、自信ない自分がダメとか、こういう自分がダメっていうんじゃなくて、こういう自分がダメだと思ってる自分に自信を持って最後にくっつけちゃえばいい、なんでも。そうすると本当不思議なんだけど、いろんなことで自分を責めなくなったりするのね。やっぱりそう、自信がないって最後は自分責めになっちゃうから苦しくなっちゃうのよ。そうでも何でもそう最後に自信を持つって言霊をつけるとだんだんね心が少しずつ上向きになるよって話があるからそのこともやってみてねって話でした。終わり。ねえ、いいよね。イエーイ。じゃあ次の話。まあ、この話はね最近聞いたひとりさんのお話の中でもう俺はねすっごいいい話だと思う。これはねものすごくいい話だと思うのね。
で、いやまあこれは信じれる人はね、信じてね、みたいな話になっちゃうかもしれないけど、龍神様の話するね。で、じゃあ龍神様ね、いやほらみんなこの中で神様が好きとかね、龍が好きとか龍神様が好きって人もいると思うんだけど、実は俺たちは龍神様って、ここに、まあ、ここにいるっていうか、要は人間、誰しも絶対全員ついてると思ってる、龍神様が。宿ってると思ってるの。宿ってる。で、だから、まあ別にほら、信じろとかって話じゃないよ。あ、そうなんだって、龍神様って人間、誰しも絶対に宿ってるんだっていうことだけ、まず、これが第一。そして、大切なのは次です。次。ここはね、耳の穴かっぽじってよく聞いてくださいよ。何がすごい大切かっていうと、龍神様が宿ってるって話は今分かったよね。そしたら、この次が、実はこの龍神様、自分に宿ってる龍神様は、自分の機嫌と連動します。どういうことかっていうと、だから例えば、じゃあ自分がすごい機嫌悪いっていうか、なんかでもブスッとしててさ、なんかもう世の中なってねえなとかさ、もうこの会社なってねえなとかさ、まあなんかいろいろこう機嫌が悪いことがあったりしたとするじゃん。そしたら、自分に宿ってる龍神様は連動するんだから、自分に宿ってる龍神様も機嫌悪いんだよ。それで、よくさ、泣きっ面に蜂みたいなことわざあるじゃないですか。ちょっとトラブルがあったら次から次にトラブルが起きて、事故が起きた、パンクしたとかさ、お家の何か壊れたとか、いろいろあるじゃん。ああいうのはもう変だし、自分の龍神様が力貸してくれてるみたいなとこある。そうだって機嫌が悪いんだもん、自分に。そう、だから、わかる？なん、自分の機嫌が大切なの。要は自分が中心だから、自分に宿ってる龍神様が、その自分の機嫌に連動するんだよ。だから自分の機嫌が悪い人は自分に宿ってる友人様も機嫌が悪い。そして、もっと言うとそんな人が運がいいわけは絶対にない。そうだよ。そんなのだってそうだね、本当に。だって、まあ単純に友人様のこと抜きにしても、機嫌が悪くて運がいい人は絶対いないよ。そう、みんなもちょっと少し考えてもらいたいんだけど、世間でもさ、例えば、よくお仕事ができる人とか、営業成績がいい人っているじゃん。ああいう人って、なんつう、人から見てめちゃくちゃお調子もみたいな人多いんだよ。仕事ができる人とかもね。ああいう人って、要は自分の機嫌がいいのよ。で、ましてや客商売なんかしてる人なんか、だってみんなどう？機嫌がいい人と機嫌が悪い人がいます。な、店員さんで。で、ああ、なんか私機嫌が悪い感じがすごく好きなんで行こうかなって人いる？すごい行ったらさ、怒られそうな感じのところ。行かないよね。じゃあブスッとしてんだよ。そんなのに、それで仕事がどうのこうのとかって話じゃなくてさ、やっぱり機嫌が悪い人ってね、やっぱり人も寄らないし、運だって絶対悪いよ。だってね、さっきも言ったけど、龍神様だってそれに力貸してくれてるんだから。そうだよねって、だから、やっぱり、どんなね、理由でも、自分の機嫌がすごい大切なんだと思ったら、やっぱり自分の機嫌を良くしておくっていうのはね、すごい大切なことなのよ。まあ、マルカンでは上機嫌とかって言ってるけど、だすごいそれぐらい大切なの、自分の機嫌がいいっていうことが。だから自分の機嫌を良くすることをね、すごく考えてなっていうのが俺たちがみんなに言いたいことなのね。でも、ここまで言ったらさ、じゃあ機嫌良くする方法を教えてくださいよって思うじゃん。あるんですよ、これが。聞きたい？聞きたい？聞きたい？どうすっかなみたいな。あ、聞きたいみたいな。聞きたいよね。聞きたいです。これも、大きく分けると2つあります。自分の機嫌をよく保つためには、まず第一に、笑顔です。笑顔をね、意識すること。笑顔。だって、笑顔でいて機嫌悪くなることってできないんだよ。だから機嫌悪い人って絶対ブスッとしてるから。そう、だってね、私ね、すごいブスッとしてるけど、心の中すごい機嫌いいですよ。まずいないよ。絶対でんから。そうね。でもやっぱり機嫌いい人っていうのは、やっぱりニコニコしてるっていうか、やっぱりね、自分なりの笑顔ってできてる人なんだよね。そうだから、やっぱり笑顔でいようって、まずね、いつも意識してること。第一に。ブスッとしてたら機嫌悪いんだよ。そう、そうだよね。何回も言うけど、ブスッとしてて機嫌がいい人はいません。絶対に。そんな卑怯なことできる人いないと思うよ。私はなんか心と顔が裏腹なんですとか。無理だから、絶対に。そう、だから、やっぱり単純に、仕事ができるとか運がいいっていう人は、絶対に機嫌がいい人ね。
で、やっぱり機嫌が悪い人っていうのは、絶対に仕事も人間関係もね、うまくいかないと思うよ。で、じゃあ機嫌がいい方法をね、教えるのが、まず笑顔ね。笑顔、まず一つ目。これが。それと、もう一つあります。あのね、感謝の念を忘れないことかな。感謝。だから、いつも感謝の念を忘れないことです。この二つが、ちゃんと覚えてられれば、機嫌が悪くなるってことはまずないよ。で、よく最近ね、ちょっと女の人だったら結構わかるかもしれないけど、最近電気代高いんだってね。うん、結構電気代ちょっと上がったんだってね。うん、そうで、いや、まあ、わかるよ。でもやっぱりね、何も電気今まで以上にね、無駄に使ってないのに、ただ電気代だけ上がるってのは、とかって思うしさ、なんかやっぱりね、安くなってほしいって思うのはわかるんだけど、ただここで一つね、電気代ってさ、ブー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 言っても下がんないじゃないですか。わかる。だから、なんか国がなってねーとかね、総理大臣何やってんだーとかさ、なんでもっと言うと、東京電力が何やってんだーとかって、でも、東京電力なんか上げたって赤字なんだよ、今。だから、まあまあ、それはね、しょうがないんかもしれないけど、でも、やっぱり、なんつうの、そのブーブー言ってもさ、電気代って下がった経験ないじゃないですか。だって言えば言うほど下がるって言うと、俺なんか100万回でも言うかね、本当に。ねえ、もう言うよ、もうね、もう念仏でずーっと言うと、あーって。そうだけど、やっぱ下がんないんだから、で、それって、じゃあどういうことですかっていうと、やっぱりそんなね、ブーブー言うだけ自分の機嫌が悪くなっちゃうのよ。そう、でも、じゃあ、ほら別に節約だったら節約すればいいと思うのよ。でも、節約するんでも、機嫌悪く節約するのか、で、機嫌よく節約するのかって全然違うよ、また。そう、だから、やっぱり普段からね、自分の機嫌をね、ちゃんと取るっていうことを考えてれば、やっぱり機嫌よくね、節約だったら節約した方がいいと思うのよ。だから常に機嫌よくいる。で、今も言ったように笑顔でいて、感謝をね、忘れないことだよって。で、じゃあこの感謝の話すると、よく何に感謝すればいいんでしょうって話があるんだけど、それは自分で考えてください。っていうか、こういうのって、答え聞いちゃう、答えっていうか、例えば感謝、何に感謝すればいいんですかって、例えば教えたとするじゃん。でもそれは、なんか俺の考えであって、なんてやっぱり、そんな答え聞いてね、感謝できるとかっていう話じゃないし、多分忘れちゃうと思うのよ。そうじゃなくて、人間ってすごい力があるから、感謝の念を持とうって思ったら、ね、感謝しようって思ったら、ね、例えばじゃあそれは置いといて、例えばこのね、会場の中で赤い色のものを見つけてくださいって言うと、人間ってすぐパッて見つけるじゃん。それと同じで、感謝しようと思うと必ず自分で感謝のね、何かを見つけてくるんだよ。だ例えば、さっきも言って電気のこと一つ取ったら電気だってね、まあね、私たちも、だって、ね、みんなだって自家発電してるわけじゃないよね。私なんか毎日うちで自転車こいでますとかさ。やってないよね。そうだから、やっぱり電気だってスイッチ一つでね、電気もつくしって。で、もっと言えばさ、お食卓に並んだお魚だってさ、私毎日ね、海まで行ってね、潜って取ってきてるんですよって人いないじゃん。お米だってさ、ね、自分ちが農家じゃなかったらさ、誰か農家さんがね、作ってくれたお米をね、食べられるんだと思ったら、そういうこと一つってもすごく感謝のね、できることっていくらでも探せると思うのよ。で、また、自分で探した方が絶対楽しいから、そう感謝の念も、やっぱり自分で探すと、あ、これにも感謝できるな、これも感謝だなって思った時に、なんか宝探しみたいにね、すごい楽しいと思うんだよね。だから誰かに答え聞いちゃうってつまんないのよ。だってなぞなぞと一緒に答え一緒に聞いてるのと同じような話だね。絶対つまんないじゃん。そうだから、やっぱり感謝しようって思った時に、感謝の意識を持った途端に自分で感謝のことをね、一個一個見つけられた方が絶対楽しいよって話がある。で、そういう風にしてると、やっぱ自分の機嫌が悪くなるってこともないから、だからさっきも言ったように、皆さんには龍神様は宿ってる。そしてその宿ってる龍神様は自分と連動してる。まあ、この話聞いても、でもそれは私それ聞いてもなんかずっと機嫌悪くいたいなと思ったらどんどん言ってください。俺の人生じゃねえね。でも、本当にそうなの。だから、仕事運でもね、やっぱりだって運が良くなりたいとかと思ってみんな神社とか行くんだよね。ね、私なんか運がボロクソになりたいと思って神社行く人いないよね。そうだから、やっぱりそう考えるんだったら、すごくね、自分でもっと運をね、良くしたいんだと思ったら、あ、そっかって自分にも龍神様が宿ってるんだ。その龍神様が自分の機嫌と連動する。そしたら機嫌が悪い人は自分の宿ってる龍神様も機嫌が悪い。だけど、機嫌がいい人は自分に宿ってる龍神様も機嫌がいいんだよ。
そしたら、もう運がどんどん開けちゃうに決まってるんだよねって話があるの。だからそのこともね、覚えておいてほしいね。この話どう？いい話だと思うんだけど。いい話だよね。いや、素晴らしい話だと思うよ。そう、だから、これが最近ね、ひとりさんに聞いた話で、あ、これはね、すごいいい話だし、多分今の人たちすごい必要な話だなと思った話だね。あと、まあ、この後に話す話はね、ちょっと、本当に信じられる人だけ信じてねって本当に話なんだけど、例えばやっぱり、夏みんな自然災害ってちょっと怖いじゃないですか。まあ、栃木県とかね、海とかもないしさ、津波とかもね、そんなないかもしれないけど、でもやっぱり地震はね、日本全国どこでもあったりするじゃないですか。で、そうするとほら、この後ね、なんか南海トラフとかさ、なんかいろいろね、大きい地震が来て、まあ東日本はね、壊滅的なね、ダメージを受けるかもしれないっていう話もあるんだけど、実は、さっき機嫌な話したじゃないですか。自分にやね、龍神様も宿ってるよって話もしたんだけど、実は機嫌がいいっていうだけで、そういう地震のエネルギーとかもね、減らせるって話があるのね。そう、だから、やっぱ地震とかもエネルギーなの。全然信じなくていいかな、この話は。そう、でも、要は、すごく機嫌がいいと、一人一人のエネルギーが軽くなるのよ。そうすると、例えばじゃあ変なし、南海トラフとか、震度7とかそれ以上の地震が来るって言われてるんだけど、みんなが心配だ、怖いよとかね、なんか本当にね、このままになったら日本が沈むんじゃないかとかって、ずっと心配してたとするじゃないですか。そうすると、やっぱり、なんつ、これってさ、みんな難しいこと抜きにして、こういう考えって軽いと思い、どっちだと思う？どう？軽いと。心配だとか、怖いとかって、重いよね。重いよね、絶対。だから軽くはないよ。だってみんなね、なんか、なんか怖いとか心配とかね、どうなったら日本はね、どうなるんだって話聞いてたらさ、それで明るくなったって人あんまいないよね。そう、だから、重いよねって、要は、なんか、要は、考えとしても重いし、エネルギーとしても簡単に言うと重いのよ。で、そういう人が、なんかやっぱり増えちゃうと、変なし、そういう地震も大きいまま来ちゃうって可能性があるの。だけど、すごい、簡単に言うとさ、さっきほら自分の機嫌をね、自分で取るみたいな人って簡単に言えば、そういう人って軽いじゃないですか。そう、だっていつも機嫌がいいんだもん。そしたら、そういう人ってエネルギーも軽いから、そうすると、もし大きい地震が、来るとしても、そういう人たちのおかげで、地震がちっちゃくて済むっていう可能性があるの。例えば震度7ぐらいが震度5ぐらいで済む。で、震度5ぐらいだったらちょっと大きめだけど、うん、ね、そんなにすごい被害があるってわけじゃないじゃないですか。そう、だから、そのこともね、覚えておくと、あ、そっかって自分もね、もしかするとそういう目に見えないところで、なんかお役に立ってるかもしれないって思うだけで、すごく自分がね、機嫌取るっていうことがすごくさ、大切なことだって分かりやすいと思うの。で、別に信じなくていいからね。信じなくてもいいけど。そう、でも、そう、ね、信じるよね。でも、自分もさ、なんか、機嫌良くしてるだけでね、もしかするとそういうところにもお役に立ってるかもしれないって思ったら、なんかすごく自分もさ、陰ながらなんとなくね、世界というか日本にね、貢献してるような気持ちにもなるしさ、なんとなく使命感もね、あるような気がすると思うんだよね。そうだから、そのことをね、信じられる人はね、やってみてねって話があるのね。そう、そうすれば災害がちっちゃくて済むんだったらいいじゃん。うん、で、もしね、災害ちっちゃかったらさ、なんかこれ私のおかげだとか。って思ってればさ、楽しいよねって、別に誰が自慢するって話じゃないけど、でも、それ、まあ、地震とかね、それはほら、自然災害の話は大きく聞こえるかもしれないけど、でも単純に、例えば、その場にいてさ、機嫌が悪い人がいるより、機嫌がいいね、人がいた方がさ、絶対みんなも救われると思うよ。そう、で、みんなが暗い中でもね、やっぱり機嫌がいい人が一人いるだけですごく周りが明るくなったりするじゃん。この人一人がいただけでね、すごく場がね、和やかになるみたいな人もいると思うんだよね。だからみんなほら、そういう人になれるからさ、でも自分の機嫌だけ取ってればいいの。で、あんまり周りに合わしちゃダメだよ。なんかね、国が、なんとか、言ってたってね、最初はね、みんなとね、なんつ、そう、なんつ、井戸端会議っていうかね、井戸端会議みたいにノリで話してるとね、言ってるうち、そのうち、ほんと自分の機嫌も悪くなってきちゃうのよ。そう、だから、ああいうのは、まあ、適当に流して、なんか、あ、また始まったなと思って、またこんな話ね、みんなしてしてると思ったら、そーっとね、後ろからこう抜けちゃうよ。そう、そういう話はね、まあ、お友達がしてるからって言ってね、そういう話にね、こうなんか加わってると、最初なんかなんとなく言ってた話がね、自分もそんな気になってきちゃうの、ずーっと言ってると。よく怒ればね、どんどん怒るみたいな話と全く同じよ。
そうだから、まあ、そういう話の輪にはね、入んない方がいいよって話があるね。でも、何回も言うけど、それぐらいで自分のね、機嫌を取るってのは大切なことだから、みんなもね、やってんでもこの話覚えてねって話でした。以上でーす。イェーイ。素晴らしいね。いい話だよね。本当に。ねえ、めっちゃ良かった。なんかもう2割分は絶対話したと思うね。2割じゃ話してるぞ。じゃあ次の話ね。まあこれもね、いつも YouTube でも話してるし、動画でもね、結構話してるんだけど、だんだん良くなる未来は明るいの話で、実はこれも、なんていうかな、やっぱり未来がね、不安だって思うとね、いい機嫌も保ってられないと思うのよ。機嫌よくいるっていうのは多分難しいと思うよ。だって未来が怖いんだもん。そしたら、その未来が怖いのにね、機嫌よく今いましょうって言ったって、やっぱりさ、なんか大丈夫かなとかさ、未来ね、うちのことでもそうだし、国のことでもそうだし、地域のことでもそうだけど、心配したらキリってないよね。そうだけど、やっぱり世の中ってね、こう、過去で見てみてもね、過去に遡ってみても良くなってるの、絶対に。だってね、俺よくほら、昔さ、俺たちのね、おじいちゃんおばあちゃんの世代の人たちはさ、戦争経験者だったりね、すごく大変な時も経験したと思うんだけど、でも世の中って全体的に良くなってるのよ。で、じゃあほら、ニュースとかでね、へんてこな事件を起こす人いるよ。でもそれは、一部であって、ああいうのってなんつう、目立つからニュースでやるんだってね。でも実は、件数自体は減ってるんだって。そう。で、日本の警察もすごい優秀だからね。そう、まあでも地球全体でとってもね、だんだん良くなってるんだって。だから、だんだん良くなる未来は明るいっていうのは、自分がちょっといろいろ心配だなとかなんか考えたらさ、なんかこのまま行ったらね、私はちゃんとね、老後もね、生活できるんだろうかみたいに考えちゃうときってさ、誰しもあると思うのよ。だけど、そう考えたときに、このね、ご神言唱えてほしい。だんだん良くなる未来は明るい。そうすると少しずつだけ心が軽くなるの分かるから。やってごらんって。で、やっぱり、未来が明るいって思える人はね、機嫌もね、いいよ、ずっと。そうだって未来がね、明るいんだもん。そう、そういう人がね、なんかやっぱ未来に希望がある人がね、今の機嫌が悪いってないよ。やっぱり機嫌が悪くなっちゃうのはもちろん今に対しての不満もあるし、なんかこの先ね、どうなるんだろうって思っちゃってね、先行き暗いって思うと、やっぱりこう機嫌ってね、いい状態って保てないと思うよ。そうだから難しいこと考えないで、だんだん良くなる未来は明るいっていうのご神言だよって覚えておいてほしいのね。そういう未来が明るいって思えたらさ、なんて少しずつだけど、なんか心が少しずつ軽くなるの分かるから、心配なことを考えちゃった時は、だんだん良くなる未来は明るいの、この五神言もね、覚えておいてほしいな。で、またこの五神言の話するとさ、五神言だからね、一日ね、何回言った方がいいでしょうかとか、毎日言った方がいいでしょうかとか、よくあるの、本当に。別に言わなくても大丈夫。ね、まあ、言わなくてもいいって理由もあって、なんて、昔さ、お釈迦様が仏教を開いた時に、なんていうかな、お釈迦様は自分でさ、こう壁の前だかなんか何もないところにね、何年間も修行したんだけど、悟ったことは無駄だったってことでさ。そうで、お釈迦様はこんな厳しいのダメだと思って、で、緩くしたんだって。そしたらすごく信徒が増えたんだってね。ちょっと緩くしただけで。で、またそのお釈迦様の教えを、その後、まあ、日本で言ったら、空海さんとか最澄さんって人が同じ時代にいたんだけど、あの人たちが結構緩くしたんだってね、またちょっと。そしたらまた信徒がすごい増えたんだって。でもまだちょっと厳しくって、その後に、親鸞さんとか日蓮さんって人が出てきて、さらに緩くしたんだって。だって日蓮さんとか親鸞さんなんか、生阿弥陀仏って言ってれば幸せになれるよとか、南無法蓮華経って言ってるだけでね、天国行けるよみたいなこと言ってた人なんで、そしたらほら、誰でもできるじゃん。そしたらすごいね、爆発的にまた信徒が増えたんだって。でね、俺一人さんに聞いて驚いたんだけど、さらにその上があるんだって。だって、親鸞さんとか日蓮さんは、南無法蓮華経、南無阿弥陀仏って言ってればいいんだよって言ってるだけだったんだけど、さらに先ってさ、なんだろうって思ったら、その先は言わなくてもいいな。すごくない?言わなくてもいいんだけど、ただ、俺聞いて、と思って感心したのが、人間って幸せな気持ちになっちゃうと、言いたくなっちゃうんだって。そう、だから、例えば、だんだん良くなる未来は明るい、もう本当に口から自然に出てきちゃうっていうのは、あ、すごいなんか自分って幸せだなって、本当に心の底から思うと、自然にそのご神言とかも口から出てきちゃうんだ。それが本物なんだって。だから、そう、その先があるって聞いた時、俺も最初わかんなかった。だって生阿弥陀仏とか言ってればいいの、さっきって何って言わなくていいって。
そう、でも、俺たちがこう、本当に最初ね、言った話もそうだし、みんなに教えたいのは、一人三論ってね、どこまでも緩くても大丈夫だよ、なの、本当に。だから、なんと、ねばならぬの精神論は俺たちないんですよ。そう、本当に、みんながこう、普段からね、心が軽くいられて、楽しく幸せにね、暮らせるためには、もっと緩くていいよが俺たちのメッセージなの。そう、だから、俺たちがあんま真面目な感じだとダメなんですよ。だってさ、やっぱ真面目にしてなきゃって思っちゃうじゃん、みんな。俺たちがこういうメッセージ出してたら。だけど、ひとりさんとか達也さんみたいに、もう結構不真面目だな、みたいな人が言ってるから、あ、みんなもう、あ、あれでいいんだって思うからすごく安心すると思うんだよね。そう、だから、本当にね、ねばならぬもないし、マナーとかもないし、俺たちの中では。で、もっと言うとね、まあ、これはちょっと笑い話に聞いてもらいたいんだけど、よくナポレオンがさ、ね、私の辞書には不可能はないみたいなね、話が有名じゃん。俺とひとりさんの辞書にはね、道徳と倫理はありません。まあ、まあ、冗談で聞いてもらってもいいけど、どうしよう。まあ、とにかく、それぐらいね、緩くていいよ。で、そうすると、やっぱり対人関係もね、緩いし、で、ひとりさん論って自分論だからね。自分がどれぐらいね、緩くね、できるかっていうことですごく幸せになると思うから、まあそういうね、思いでね、やってますんでね。だからね、またね、宇都宮も来ますんで、また呼んでください。で、今日は以上です。ありがとうございました。けいちゃんもありがとうね。ありがとうございます。